四季の薬膳、夏ということでお話しします。気温の変化、日月の変化、春があって、そして夏があって、実りの秋があって、そして冬がある。このように四季の移ろいがある麗しの日本というのがまず思い浮かぶわけですね。ところがこの四季の移ろい、環境的な変化というのはこの四季の移ろいに合わせてですね、いろんな体の失調の原因となっているということですね。このような失調の環境的な要因というのを外因と言います。外からの環境、体の中に原因があるときは内因と言いますが、これは外からの場合は外因ですね。この外因を6種類に分類して、それを陸因の邪と呼びます。この陸因の邪というのはどんなものがあるのかということですが、暑い、逆に寒い、あるいは乾燥している、同じ暑くても違う暑さ、それから梅雨の時期のようにじとじととした湿り気がある。例えば雨の日なんかは頭痛がしやすいとか、関節が痛むとか、いろんなことありますね。こういったもの、さらにはですね、1,2,3,4,5 ですから6つ、最後の1つ風の邪というのもあるんですね。風の邪というのは、これは昔は風と呼んだんですね。風邪ひいた時の風なんですけども、これ風というのは空気の動き、目に見えませんし掴むこともできないんですね。だけど感じることあるんです。何かそこにあることは感じるんですね。そのようにウイルス類はわからないですね。だけど病気の原因になるというので、ウイルスなんかは風の邪というような呼び方をしています。で、これら6つの邪があるわけですね。そうなると、今まで春は桜、夏の秋、冬、麗しの日本ではなくてですね、春には花粉症で苦しんだり、あるいは梅雨の時期になると頭痛がしたり、手足が痛くなったり、ジメジメとしてお肌が良くなかった。あるいは夏はもう疲れ切ってしまう。それから冬は寒さを感じるようになって、さらには空気が乾燥しますから肌荒れの原因になったり、秋になると肌が荒れるわっていうのはこういう時ですね。さらには寒くなったらもっともっと寒い、そしてこの寒さのために霜焼けっていうような人もやられるわけですね。このように素敵な季節とは言いながら、この季節候の変化によっていろんな体の変調を起こします。ここで夏にはどういう体調の変化があり、どうすればいいんだろうかということをお話します。夏、普通夏と言いますとですね、もう暑い暑い季節なんだ、体の新陳代謝が旺盛になる、温度が高いですから新陳代謝が旺盛になる、旺盛になれば体が熱くなって汗をかきますし、外も暑いですから、さらには暑さがプラスします。で、新陳代謝が旺盛になってどんどんと体力を使いますから、むしろ体力が低下して汗をかいた結果、水分も足りなくなってしまう。体が変調を起こすんですね。水分が減ると口が粘くなって、口が粘くなると味を感じなくなってきます。もうぐったりぐったりという感じになるんですね。で、そうなるとまず食欲がなくなる。食欲がなくなり、体力が低下してくると、もう体がだるくなって、体が重く、眠気が出てくる。すなわち、夏バテだとか、夏痩せだとか、初期あたりだとか、こういった状態があるというのが夏だということになるわけですね。ところがですね、最近文明の産物があるんです。エアコン、除湿機、加湿機、調理器具、冷蔵庫、衣服、衛生用具、例えば
除菌スプレーだとかね、掃除機だってこんなもう勝手に掃除してくれるようになってきました。でこういったもので守られているから健康を害するということは非常に減って、害者は陸員のじゃそういう害者はあんまり関係ない、制御されてるように思うんですね。こういうものはすっかりもう夏ならこうだということは一概に言えなくなったんですね。実際今の時代というのはもうこんなんです。もう日本はこの自販機が世界で一番多いらしいですね。まあ日本は治安がいいということもありますね。よその国なんかこんなの夜中に置いといたらもういっぺんに潰されてしまうんですけども、日本は自販機が非常に多い。その結果どこででももう喉が渇いたすぐ水分を取ることができる、ビアホールがあって美味しいビールを飲める、エアコンがあって涼しい環境におれる。だから炎暑の季節っていうことを感じなくて済むわけですね。まあもうとてもいいじゃないかと思うんですけども、今の時代炎暑の季節でエアコンをかけた結果冷房病、エアコンで逆に冷やされて体の体調を崩すんですね。で部屋の中ではものすごく寒い、ところが外へ出ると暑い寒い、タクシーに乗ったら涼しい、さあ表へ出たら暑い、はい、喫茶店入ったら涼しい、いろいろ暑さの温度感がだん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 温度差がこのように大きくなると自律神経はいっぺんに失調を起こします。すなわち夏というのは自然環境で初期あたり夏バテ夏痩せ、これはある意味では昔の話、あるいは限られた状況にある人ですね。外でばっかり働く人です。ところが人工環境によって冷房病を起こす、同じ部屋の中で働いていると暑がりの人はもうどんどんとエアコン温度を下げます。すると寒さに弱い人はものすごく冷えてくる。ある人は気持ちよくしてるけども、ある人は足に毛布を巻いて仕事をし、真夏なのにですね。そして先のように外へ出たり入ったりで温度差が上げる、体調を崩すんですね。寒暖刺激、寒い暑いの温度差が自律神経を失調してしまいます。すなわち体温を調整することが、いつも暑いならそれはそれで済むんですけども、暑くなったり寒くなったりするともう自律神経が一生懸命くたびれちゃうんですね。そういったところで食事どういうものをすべきか、まず食事の規律はしっかり守ることが大切ですね。これはもう年から年中なんですけども、食事の時と場所種類をしっかりするということですね。特に食事時と場所、今日は昼抜きとか、今日はもうちょっと小食とか、あるいは、ちゃんと落ち着いたところで食べずにもうコンビニの前でカップラーメン食べる、そんな、あまり健康に良くないですね。食べるものもですね、脂っこいもの食べ過ぎたり、サラッとしたもの食べ過ぎたりですね、私は肉が好きだから肉しか食べないっていう人もおられましたけども、そういったことは良くない。食べ物をいつもコントロールしておく。まあ特に夏の場合は朝牛乳とか豆乳とか、あるいは水分の多い果物ですね、スイカだとかそういったもの、あるいは麺類のようにどっちかいうと水分の多いめのものを取っておく方がいいんです。特に夜中に、体の水分が減ってます。さらに朝になると水分が減ったまま動き回っちゃ心配なので、朝水分を取るということが大切ですね。でその水分をやっぱり豆乳とかスイカとこのような天然のビタミンミネラルを含んだものを取るということが大切です。さらに夏ですから胃腸弱ってんですね。どうしても冷たいものを、さっきのようにビール、冷たいビールを飲んだとかですね、冷たい氷水を飲むっていうようなことがよくあるんで、胃腸が弱ってます。さらに暴飲暴食をすると
もう胃腸はいっぺんに弱ってきます。ですから暴飲暴食はしないように、できるだけ多くの種類をちょっとずつ食べるということ、できるだけたくさんの種類のものを食べ過ぎない程度に食べなさい。しかも晩ご飯は腹8分目、ね、うわーっと美味しいから夜はもうでごちそうだって言ってお腹いっぱい食べるのは良くない。夜は特に腹8分目にするということが、これはもうだいたいこういうことと全部一年中通してですけども、特に夏はその注意が必要なんですね。また発汗して口渇します、口が渇きます。すると自販機行って何か飲みたい、そういう時に炭酸飲料を飲むとサワサワっとしてとても気持ちがいいんです。で、炭酸飲料だとか、あるいは疲れてるから甘いものがいいというのでガブガブ飲むと、大体これは体調を崩す原因なんですね。その時は気持ちいいんですけども注意しなきゃならない。少しの量を何回も飲むということなんですね。いつもペットボトルを持ってる、あるいはスポーツドリンクを持ってる、そしてちょっと飲んだらまた持ってる、ちょっと飲んだらもうということですね。そういう少しずつ飲むということで、もうガブ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 ペットボトル1本分全部うーって飲むのは良くないということ。特にお年寄り、子供、これはもう胃腸弱くて、特に冷たいもの、生のもの、これはもうちょっと注意しなきゃならんですね。ああもう冷たいものがいて、アイスクリームやキャンディーばっかり食べるとか、アイスキャンディーばっかり食べるとかですね、口当たりがいいというだけでそういうものを食べ過ぎると胃腸が弱ってしまいます。ここのところは大事にしとかないといけないですね。そうでないと秋になってそれが響いてきます。さて、夏の食材として胃腸の負担がなくて栄養があり水分があるというのはどういうもんかと言いますと、まず緑豆、竜豆とも言いますが、竜豆あるいは竜豆とも言いますが、緑豆、緑米、これ緑イニンの鳩麦のことですね。それから小麦、小麦、あの小さな米と中国語で言いますか、黄身とか泡とかそういったものを小麦と言います。それから山茶子、これはもう食欲の増進する漢方薬ですね。スイカ、レモン、それからキュウリ、中国ではこんな字を書くんですけども、日本では漢字で書くとこれがキュウリ、それからニガウリ、冬瓜、こういったものが夏の食材。さらにニンニク、ユリ、ケイエン、これは龍眼肉のことですね。それからハッカとかこういうスパイス類、それから伏龍、熟龍、これもあるんですけども、これはですね、日本では医薬品です。中国では普通に食品の中に入れてもいいし、ごく普通に買えるんですけども、あるいはこれの入った料理がレストランで出てきても差し支えないんですけど、日本でこれを料理に入れてお客さんに出したら薬事法違反になります。これはできないですね。買って自分で料理して家族で食べたりするのには構わない、商売の道具には使えない、薬局でしか売れない、ね、これももちろん医薬品なんですけども、これは食薬教養ですね。食事に尽くてもいいし何もしてもいいということになります。それからこれは大根、中国ではこんな字書きますね、夢木と書きますね。大根、円白菜と書くんですけど、これ丸い白菜、これはキャベツのことですね。このような水気の多い野菜、それから果物、こういったものがいいんですね。果物といいますとこのスイカだとかこういったものになります。それからお肉はまあ鶏肉とか豚肉とか言いますが、まあもたれにくいというのが気になる。それから昆布とか海藻類、こういったものも夏の食材として勧められるものになります。そこでたくさんあるので、ここではですね、緑豆とハトムギ、それから龍眼肉についてお話します。それからキュウリについても触れたいと思います。
きゅうり餃子。夏ですからきゅうりがあって、しかも元気をつける栄養の補給になるきゅうりを使った餃子、そのお話をしたいと思います。緑豆、緑豆とかルートとか、あるいは、リューズと発音するときもありますが、緑豆、これは性質は涼しい、すなわち体を冷やす、そして甘いという性質があります。涼しいというのは、これは当然食べれば体のほてり、それからほてりですから皮膚炎、目の充血、こういったものに対して涼しいという働きがあります。ですから冷やしてくれるんですね。さらには解毒作用がある、これにはですね、解毒作用がある。するとこれとこれと合わせると吹き出物なんかにもいい。だからお肌が荒れて吹き出物を起こしやすい人にはですね、緑豆の薬膳を食べ、緑豆を料理して食べればいいわけですね。また甘い、これは甘いという性質ですが、甘いというのは脾に入ります。すなわち消化器系に助けます。ですから甘いものは栄養になるということですね。栄養価が高いんです。ですからこの緑豆を使ったおかゆというのもあるんですね。作れますね。これ緑豆だけじゃなくて、緑豆だけでもいいんですけども、だいたい普通のお米と1対1ぐらいでよく煮込んで、おかゆにしてもいいです。でこれは今あの銀字というんですけど、銀の耳と書くあのインアーですけども、あの白キクラゲ2種類ありますけども、インアーの方の白キクラゲを入れてますけども、例えば他のもののトッピングでもいいです。ナツメでもいいんですね。あの海藻なんか置いて甘みを入れたりしてもいいです。後から出てくる龍眼肉でもいいんですけども、そういったものを入れることができます。あるいはこれお粥ですけども、小豆代わりにしてぜんざいのようにすることもできます。そうすると甘い、涼しいということで、夏のおいしいぜんざい、緑豆ぜんざいっていうのができたりします。緑豆粥、こういったものもあるんですね。で、この緑豆は梅雨の時期、水分がどうしてもうまくできなくて体がだるいといった時にもいいということになります。冷やすということから、体内の熱を冷まして体調を回復する。ですから夏の主食にするというのはいいんですね。こういうおかゆとかいろんなものに入れて食べればいい。でこの緑豆ですけども、まあ流通も緑豆とも言いますけども、まあこういうの小さな、ほんと小さな豆なんですね。でこれをですね、実は2つに分けて、皮と春雨の 原料のでんぷんにすることができる。でこの皮に栄養価があるんですよ。この茶緑の皮のところに栄養価があるんです。ですから皮を剥いてでんぷん質にすると、こっちの方は栄養がちょっとでんぷんの栄養だけになる。このでんぷんだけは確かに緑豆春雨といってですね、これとっても美味しいんです。あの春雨の中でも緑豆の春雨というのはとても美味しいんですが、歯応えもとても良くて、私も台湾行くとよくこれを買って帰ったりするんですけども、特に流行とありますが、ここのものは特にいいと言われます。で、これはだから皮がないから、その分で栄養価が、緑豆の栄養価というのは抜けてる。まあでんぷんと歯触り、口当たりがいいということでこちらを食べることができます。やはり栄養価を考えれば全体を食べる方がいいんですが、胃腸の弱い人は食べ過ぎると、これも当然消化が悪いですから、食べ過ぎには注意が必要です。さて
これはもう分かりますね、瀬戸内海です。この日生地方の家庭ではですね、緑豆を栽培するんですね。これ緑豆っていうとですね、こんな長いんです、シューッと長い豆の鞘で、もうそれこそマッチの頭のような、先ほどの緑豆がずらーっとな入ってるんです。だから普通の豆と違って集めてするのもなかなか大変なんですけども、これ日生地方の家庭ではよく庭に植えておられるんです。家庭の菜園になんでだろうと思ったことがありますが、日生というのはここなんですね。この和気というのは私の住んでるところ、ここから車で20分ぐらいでしょうかね、日生の海岸まで行きますが、この地区にこれがあるんです。なんでここでこんなものを栽培してるんだろうと考えたことがあるんですが、実はこの緑豆、インド原産で東アジアに多く使われてるんです。特に暑い地域ですから、冷やす豆というのは健康にいいわけですね。暑いところで冷やすものを食べる。で、ここで食べてたとして、なぜここに関係があるのか、もうお分かりですね。ずっと貿易船がここを通って、最後堺港とか姫路の方に船が着いて、京都大阪に運ばれたんですね。ここずっと船が来る途中、ところどころに寄ったと思いますが、日生でたまたまこのことを習ったとかたくさんあると思いますが、日生の人たちがこれを受け継いだ、そして残ってるんじゃないかと私は思うんですね。思った方がロマンがありますから、そういったことじゃないかと思います。で、この地域の人たちはごく普通に食べるんですけども、まあこの地域、瀬戸内海地方で暑いですから、とりわけこの緑豆が体に合ってると思われたのかもしれません。さて次に龍眼、経炎とも言いますけども、これのにつなが関係する言葉が龍眼肉、龍眼肉と言いますが、私は龍眼肉と言います。それから経炎肉というような表現をします。これが龍眼なんですね。こんなに実がいっぱいつきます。これも別にあの東南アジア広くあってですね、私がタイへ行った時に、まあ、市場の中歩いてたら、これがガバーッとこなして売ってて、ちょうどこれぐらいの束を一束買ってホテルへ持って帰って、パチパチパって食べた、食べたことがあります。その思い出がありますが、これ龍眼ですね。もちろんこれ自身はですね、新鮮なやつは日本国内に持ち込みは許されてませんが、これ自身は漢方薬です。ですから日本にもちろんあるんですけども、この新鮮なものは国内持ち込みが認められてません。で、この龍眼、性質は温める、体を温める働きがあって甘いということですね。甘いというのは先ほど言いましたように胃腸に良い、温めて甘いは体で腸に良い、とても甘いんです。だから疲労回復、体力増強につながってるんだろうとまずは考えられます。そして動悸、貧血の改善にもプラスになっていると言われてるんですが、この2つから言うと、体操、夏目と一緒に食べるとさらに効果的、これもとても甘いんですね。甘い甘いですけども、一緒に食べるととても効果的である。ですから体操を龍眼肉と一緒に煮ると、甘い夏目、甘い甘いの甘い夏目になってしまう。で、特にですね、糖分っていうのは鎮静的に働くんですね。糖分は脳に、もう人間の体でも酸素と糖分を一番よく使うのは脳ですね。もう脳はどん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 とグルコースを使います。エネルギー使います。
そして酸素を使います。もうエネルギーをガン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 使ってるところなんですね。ですから糖分を補給するということは頭の働きにプラスになります。で、頭がうまく働き、そして休む、するとゆっくりと熟睡してくれるわけですね。頭が苛立たない、睡眠を改善できます。で、こういうことから養心安心薬、心を養う、せか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 して、もわーっていろいろ考えて悩んだりするのをしないように、心を丈夫にしてくれる、こういう薬に温時と三相認というのがあります。で、この温時と三相認と龍眼を合わせると、気比と上気比と、あるいは安心陽血と三陣陽血丸といったような漢方薬になるんですね。とりわけこの上気比湯というのは日本で有名ですね。加齢によるところの認知障害、体力低下、それから養心ですから、せか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 
の低下、体力低下、うつ傾向なんてなってきた時にはもう神気非等がちょうどいいんですね。体力低下と頭脳の働きという点で神気非等がよく使われます。ただまあ糖質が多いんですね、もちろん。ですから糖質を調整しなきゃならない人は食べ過ぎちゃダメですけども、もう一つのぼせ気味の人っていうのはやっぱりカロリーのもとですから、のぼせ気味の人についてはさらに強まるので、まあほどほどにする必要があります。さて台湾の台北市に孫山山、中山、中山ですね、中山駅というのがあります。孫山、その通りが、南京西路、南京トンルーと言いますが、南京トンルーの方に、孫山駅から南京トンルー行く途中、歩道を歩いてましたら、こんな看板が上にあった。経縁腹肉。経縁っていうのは先ほどの龍眼肉のことですね。経縁イコール龍眼肉です。これ先ほどの終わるとこんな感じ。中柔らかいね、プチプチの味あれがある。種は大きいんです。これのお店、ちっちゃな出店があった。この身というのはですね、有名なライチ。ライチよりはちょっと小さいです。こっちの方が若干やや大きい。で、こっちのライチの皮というのは、こう爪でギャーってやったら剥けます。だから、ライチの実を爪でギャーってやって実を食べることができるんですが、これは硬いです。パチンパチンとある意味では割る感じになります。で、どちらもとっても美味しいんですね。こちらはとりわけ楊貴妃が好きだったという有名なフルーツ、ライチですね。台湾にはこれはこれもこれも生産されてますが、この龍眼経縁ですね、この看板があったんです。しかもここに東山経という言葉があり、東山経という言葉がありますね。これは何かというとですね、あ、これはムクロリカですが、東山経というのはシャギーと台南のちょうどこれ海岸ですね。で、台南よりも台北よりにシャギーがあるんですね。そのシャギーのちょっと山の中に入ったところに東山経というのがあるんです。で、この東山経というのはどういうとこかというと、もともと経縁はインド原産で中国で台湾であるんですけども、台湾の南東県とかシャギ県、ここですね、ここが有名な産地なん、台湾の。ですから台湾の経縁の産地である、有名な産地である、この地域の東山経、山のずっとの奥ですね、の中のここで採れたもんだ。これはもうだから名産地の経縁を売ってますよって言って売ってたんですね。で、これがここで売ってる経縁。
ってこの皮を剥くとあの白いブヨブヨとしたものがこんな感じになります。刻むとこれで日本の漢方薬で龍眼肉といえばこういう感じで売ってます。これが生でしたね。これがこんな感じになってこんななり、さてここで売ってたんでね、写真撮っていいかいって言ったらね、お姉さんがいいよいいよイエーイとか言ってこっちやってくれたんです。いやいいよいいよいいよイエーイと言ってくれたんですけどもね、いや私が撮りたかったのは実はここなんですよ。だけどこの人もカメラ向けたらもういやー言ってこっちから入り込んできてねやってくれるもんですから仕方なく撮りましたけど、本当はここが撮りたかったんです。でこれ何かというと、この剣を乾燥してるんですね。これ薪の山、そしてこの薪を燃やしてこういう網の上に置いてこうして手でわーっとかき混ぜながら加熱乾燥してるんですね。薪を燃やして加熱乾燥してるところなんで、でこの写真を撮りたかって言ったらイエーイまあいいんですけども、これが経営の乾燥の仕方だということです。で、これは生ですが今のような加熱乾燥するとこういう感じになって、でこれを刻むとこういう感じになる。もう完全になんか一見干しぶどうのような感じです。で、それをさらに柔らかくしたものがこういう形で食品としても売られてます。これですね、こんな感じです。もう柔らかいですよ、くにゅくにゅ、そうですね、もうこういうもんじゃなくてこういうもんではなくてもう完全にトロトロに溶けてます。これはね、ちょっと固めのジャムというような感じになります。こういうものがですね、こういうものも売られてます。でこれはもう完全に食品として、こちらは漢方薬に使うという感じになります。ものすごく甘いですね。さて、その次にハトムギ緑芋なんですけども、この緑芋の実があるんですが、これが大きくて皮が爪でバチッと割れる、そして中のでんぷん質はもち米の仲間、これがハトムギになります。でこれによく似たもので数珠玉というのがあって、これはやはり同じような実なんですが、実がやや小さいんです。比べてみると小さい実で皮が硬くてギーってやっても爪で割れない、カチカチなんで、中のでんぷんはこちらが餅のもち米と同じなに対して普通のお米と同じうるち米なんですね。うるち質なんで、これとこれ別々に生えてて生育によって実の大きさも違いますから、そんなもんで比較できないんですが、一つ比較するのは穂先が垂れるか穂先が直立するか。穂先が垂れる、チューッ下がってればハトムギです。直立するピューッと立ってて先が垂れてなければこれは数珠玉だと思えばいい。それから皮が硬くて爪で割れない、爪で割れないからこれを糸を通して先から先通してジュージュージュと通して割りすると数珠玉にできるんですね。硬いですから数珠玉として遊ぶことができるわけです。これ数珠玉ですね。これはハトムギなんですね。とても綺麗なハトムギがあります。で割るとこういうものになるんですが、これがハトムギ緑芋という漢方薬であり、食品であるわけですね。このハトムギは強を補う、すなわちマイナス面を補ってくれて体力を増強して元気を増して身体が軽くなる、あいいですね。そして利水浸出や水分代謝を調節してくれるんです。だから過剰な水分を捨てて
水分の調節する細胞を健康な状態にしてくれるんですね。特に皮膚の健康保全、お肌の健康にいいんです。ですからイボに対して、イボですね、よくイボって言ってできますが、そのイボのできる時なんかのにハトムギを飲みます。肌の健康維持ですね。これイボでなぜ効くかというとですね、例えばイボできたという人を私が、これイボを言って触ってもうつらないです。だけどこれウイルスなんですよ。だからうつるはずなんだけどうつらない。なぜなら健康な肌にはうつるものがない、うつれない。皮膚が弱ってる時にイボができるんです。ですから人によっては100イボを言って足にうわーっとイボができてる人がいました。私の子供の頃は今度足にザーッと100部位があってですね、こういうスティック用の硝酸銀で一生懸命イボの頭を押さえてですね、焼いてウイルスを殺したりしたんですが、もともと健康が、皮膚の健康が良くないんですね。ですから皮膚の健康保持ということで言えばですね、このハトムギ、昔はお嫁入り前の女性がよく食べたんです。なぜかというとですね、もう結婚するとなったらもうやらんならんこといっぱいあるんです。今と違ってもう大変だったんですね。着物を揃えたりするだけでも大変だし、家財道具を揃えることもあるし、まあいろんなことがあったんです。ですからもう体疲れてお肌が非常に荒れてた。すると結婚式の時に化粧品の伸びが悪くなっちゃうんです。ですから結婚式言うと1ヶ月ぐらい前からせっせと浴衣に食べてお肌が整えて化粧品の料理を良くするというようなことをしてたんですね。ですからこれはもう皮膚の健康保全には最高のものなんで、イボに効くというのはお肌を健康にしてイボのウイルスが育たないようにするんだ、くっつかないようにするんだ。健康な人はイボ触ったって平気なんだ。そして肌のですね、お肌の健康、肌荒れに使う。ですから浴衣人がゆと言って、これでおかゆ作ってもいいわけです。くつくつ煮て、普通浴衣人を煎じて飲むって言って煎じて汁だけ飲む、そんなこと必要ないんです。もう全部食べてしまえばいいんです。おかゆとして 20g とかね、 30g をくつくつ煮てそれをおかゆとして食べてしまう。何も煎じるからといって汁だけ飲む必要ないんです。もうおかゆとして食べてしまえばいい。だいたい浴衣人30とお米30ぐらい混ぜてですね、普通におかゆにしてばいい。ちょっと味をつけても、甘みをつけてもいいし、塩味をつけてもいいんですね。これはもう自由です。こういうぐらいでだいたいハトムギ30g、おかゆにして食べちゃうんです。煎じて飲むと言ってそれだけの汁だけのものはもったいない。あるいは浴衣人茶というのもあります。これ焙煎なんですけども、これこのハトムギをホーローなんかでいってちょっと焦げをつけてかんばしいお茶にしてしまったりすることがあります。これはお茶の部分だけ飲むんでそれはもったいないですね。やっぱりもしやするんならば健康の維持って言ったら浴衣人がゆを食べた方がいい。浴衣人茶はまあこれで健康回復を期待するよりは、期待するならこっちは楽しみというふうに分けてくれた方がいいかもしれません。よく煎じたら飲む時の温度と言いますけども、漢方薬というのはよく糖って言うという言葉がついてますから、これはもう熱いもんで飲むもんだってばっかり思ってる人がいます。そうじゃないんです。その時一番飲みやすい温度にするということなんです。だから例えばオーレンゲ毒糖が悪酔いの時に飲みます。体がほってて悪酔いしてる時にオーレンゲ毒糖って飲みますが、そんな時に糖だからといって熱いオーレンゲ毒糖を飲んでるなっちゃいます。これは冷やした方が飲みやすいです。ですから口当たりのいい温度まで冷ましてから飲めばいいんです。糖って書いてたら熱いというか限らない。ですから
温度というのはその時にそれを飲みたい人が一番おいしいと思う温度で飲むということになります。さて欲異人というと漢方処方があるんですね。軽視伏量丸か欲異人という処方があります。この漢方処方は黄血症、軽視伏量丸で、欲異人はサハダあれでしたね。で、黄血症というのはどういう人かというと、あの血液の循環が悪くて血液がちょっとドロドロしてる人、目の下に乾板ができたり、ね、血管が黒く浮いてたり、そういう人は黄血症と言います。月経異常もありますね。そういった人で、かつ肌荒れがニキビあるときに軽視伏量丸に欲異人を入れて飲みます。これも別にですね、軽視伏量丸と欲異人一緒に煎じなくてもいいんです。軽視伏量丸を飲むときに欲異人のおかゆを食べとけばいいんです。そういうのがずっとプラスになります。欲異人糖というのもあります。あ、これもお肌かな。そうじゃないんです。これの処方は魔王欲異人術陶器経費芍薬肝臓ですが、これ魔王が入ってるんです。これはですね、欲異人糖というのは亜急性の慢性関節リウマチに使うんです。リウマチがちょっとしてちょっと収まってきたような痛くなったりやったり、そういうのを繰り返している時の亜急性の慢性関節に使います。これ筋肉痛なんですが、この慢性関節リウマチというのはやはり組織の水分に異常があるんです。それで傷んだりなりするんですね。ですから空気中の湿度が高くなった時は調節が難しくなる、より難しくなるから痛みが増すんですね。ですから、関節リウマチですから水分の調節はするけれども皮膚ではないんですね。ですから、これ欲異人糖だから、欲異人煎じずに欲異人糖飲んどけばいいなんて思ったらダメな。全然薬が違います。これは魔王の薬です。リウマチの薬です。筋肉痛の薬だ。いいですね。これを間違えないでください。もちろん欲異人が入ってますが、違います。組織水分を整える薬。で、食薬区分がありますから、欲異人は医薬品ですけども食べることができます。さて、牡蠣の食材、胃腸の負担のない栄養水分、緑豆、ハトムギ、小麦、しょうび、きびとか泡ですね。それからニンニク、ユリ、リュウガニ、こういったものがあると先ほど言いましたが、スイカ、レモン、キュウリがここに、ニガウリ、ドガン、水分の野菜多い野菜果物が好ましいといえば、キュウリは夏に良いということになります。鶏肉ですね。ということから言うと、キュウリとひき肉を使った餃子というのは夏にいい料理だということになりますね。夏の薬膳、これ栄養価もあるし、しかもきゅうりで水分もあるし、食べやすくて食欲減退した人にもちょっと食べやすい、気楽に食べられる。きゅうり、これきゅうりですね。これこの国の売りというのがきゅうりなんで、で今中国ではキュウリっていうのか、ファンクワっていう言葉を使いますが、キュウリ、この字を使ったりしますが、キュウリ、これはキュウリですね。この国の。で、じゃあこの国というのは何かといえば何かと言いますと、昔五胡十六国時代というのが300年頃ですね、あったんです。それは中国の中で1,2,3,4,5と5つの国、それからこの国ですね、それから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 の国があった。こういう群雄割拠の時代があって、その
この辺りから取られたんで、この国の瓜という名前でキュウリを呼ぶんですね。このキュウリ冷やすんです、夏ですからね。で、水分が多いですがカリウムが多くて利尿作用がある。ですからナトリウム少なくてカリウムが多いということは血圧が高い人にもいい。血圧が高いとナトリウム良くないですがカリウムはいいんですね。これがあるとおしっこにも出やすい。これは暑さよけというものにもいいんですね。暑さが強いとき、寒性のキュウリ、これは好ましい食べ物。これにアサリと一緒に食べたりするんですね。先ほど私わけに住んでますって言いましたけども、この辺りのですね、あのお祭りなんかでいろんな屋台があります。たこ焼きのお店だとかなんやらのお店とかいっぱいありますが、きゅうりのお店もあるんですね。棒に突き刺したきゅうりのお漬物みたいなもんですね。これこのままですよ。これに棒を刺しただけのきゅうりが売られてるんです。もちろん量が切ってますけどね。キュウリって言って売ってるんです。それ買ってボリ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 食べるんです。花火を見ながらボリ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 、そういうのもごく普通にあります。夏向きの食べ物ですね。それとアサリ、これはとてもいい組み合わせになります。そこで4人分の錠剤についてお話しますが、中力粉大体400g、 1人 100g ぐらいでできると思います。で、きゅうりが2本、4人で2本、それから肉が 240g ぐらい、4人でね。それから塩コショウ、桂皮末、だし汁、マヨネーズ、ごま油ですが、これを使ってやっていきます。きゅうり2本ということですが、4人で2本ということは1人半分ですから、このきゅうりを3つに切るんです。1本のきゅうりを3つに切って、そしてその3つの1つを十字に切ります。ですから4人分ですから12個できますから、1本で縦4等分しますね。横3等分で2人ですから、そうですね、1,2,3,4,5,6 切れということになります。1本で2針ということになりますね。で、ひき肉を用意して、そしてマヨネーズとか、それから塩コショウですね、それからだし汁。だし汁というのは4倍薄めたら使えるというお醤油のようなものが売ってますが、それをちょっと入れて、本当にポトポトと入れて、そして桂皮末なんかも入れます。で、これを入れてよく練ります。練って餃子の皮の上に広げて、プッ、きゅうりを、先ほどのきゅうりを置きます。で、もうこのままくるくるくると巻くだけなん。巻いてやりますが、最後の巻いた一番下側がこの置いた時下に来るようにすればいいですね。で、焼きますが、普通に焼きゃいいんです。焼き目がついてきたら裏返してちょっと水を加えて、蒸す。で、できたらこんな感じですね。だいたいちょっとチリチリとおいしそうにしだしたらもうやめたらいいんですね。パリッと焼けばいい。これが完成したもんです。もう簡単にポンポッとポリポリと食べますが、きゅうりを食べるという感じですね。じゃあ、なめ物はということですから、夏ですから三枚糖ですね。酸っぱい梅のお茶を飲んでみるっていうのも、これを、スープにするのも美味しい。お茶代わりにするというのもいいと思います。で、漬け汁というのは、まあ、だし汁だとかマヨネーズももともともう練り込んでるんで、もう漬けることはまずないです。まあ、本人の好みで別な漬け汁をつけてもいいんですが、もともとひき肉に味つけてますので、つけないで十分です。さて、現代科学文明が非常に進んでます。快適な生活環境、
というのは保証されてますが、同時に人工的な寒暖刺激があって、それが自律神経を失調して、これがストレスになって新しい病気になる、違った病気になるんで、ある意味では人工的な環境というのは新しい害者というように考えることができます。ですから人工環境を、自律神経を失調させないような、できるだけ冷房、エアコンは低いほどいいとか涼しいほど気持ちいいとかじゃないんですね。ヒヤッとするのはやっぱり良くないですね。うまく体との折り合いをつけた環境の調節が必要です。で、健康な生活のためにそういう害者に翻弄されない生活を意識してやっていったらいいと思います。そして夏は、それでも夏は暑さに影響されたいろんなことがあります。それをよく見て、特に栄養を落とさないように、体力を落とさないように考えてやっていったらいいかと思います。